巨人、阿部監督、守護神ケラーに期待。指揮官はブルペンを始めから終わりまで中止、捕手の後ろ、マウンドの後ろと位置を変えて前半身のケラーを見守った。阿部監督は終盤のいいところを任せたいなというのは自分の構想の中である、と抑え候補の一人と明言。対戦ステッパンか。良い時悪い時がはっきりしてるケラーをクローザーにすんのか。悪い時のケラー知らなそう。クローザーは安定感じあるピッチャーの方がいいだろう。シナトラヤがやめといた方がええで。ケラーがクローザーできるくらいのリリーフなら阪神は放出してないよな。ケラーは強奪したならともかく放出よからな。巨人リリーフは一人二人補強成功したらどうにかなるレベルなんか。セットアッパーババとか言い出しそうやな。阪神で敗戦処理してた投手がクローザーになるんか。ケラーが9回に出てきてたらそれはもう負け試合なんよ。ケラーは勝ちパターンは無理やろ。敗戦処理や大差の試合ならかなり頼りになるか。中川が8回なら抑えバルドナードでもよくね。セイバー的にはクローザーなんて大したことないからこれでよい。とりあえずケラーとておいてよかったな。ケラークビになったのはアメリカに帰ってなかなか来日しなかったからだろ。大低いポジションなんて外国人使う理由もないし、ガチャ引き直すか若手使った方が幾分マシ。結構ケラーはいい球投げてたけどな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。